またあなたの声が聞けて嬉しいわ。今回の宴の最大の黒幕として勝者になったのね。おめでとう。わざわざからかうために電話してきたのかい？まさか。ただ今回も負けなかったことを残念に思っているだけ。たった一人で狼の巣に入り込み、ドリームリーフの真実を掘り出した上、あの準備の騎士の助けを借りて無事に帰還するなんて、はあ、それとあなたが開拓のお友達から手に入れた録音だけど、この賭けで最も価値のあるリターンになったわよ。でもそれを勝ち取る代償として奇跡を一つ失うのはちょっと高くつきすぎね。ついさっきダイヤモンドがあなたについての会議を開いたわ。予想通りだね。それでダイヤモンドは僕を降格させるつもりなのかい？それともこのまま銃の赤心から追い出すつもりとか？いいだろう。じゃあこっちは彼が僕を P46 に昇進させる方にかけよう。それで何をかけるの？本気でやるつもりかい？それなら何もかけたくないな。君が相手じゃ何もかも失うことになりかねない。ま、遊びでかけるなら、そうだね、僕たちが初めて会った時と同じようにこの命をかけよう。面白いじゃない。でも結局はダイヤモンドが決めることだから、誰も事前に答えを知ることはできないわ。今ピノコニーに向かってるの。後のことが片付いたら一緒にピアポイントに戻って答え合わせをしましょう。僕の方はしばらく何もすることがなさそうだね。これは休暇を楽しんで構わないってことかな？ええ、私とトパーズに任せてちょうだい。おかげさまで翡翠がファミリーの拠点に運び込まれた瞬間、カンパニーの準備は整ったから、蒔いた種はすでに根を張り芽を出したわ。そして収穫の時が訪れる。おや？今日はこの辺にしておこう。ちょっとお客さんが来たみたいだ。今日は珍しいことが続くな。巡回レンジャー兼指名手配犯が自らやってくるなんて。君、カンパニーの艦隊の前で社員を2人殺したろ。それが何を意味するのか分かってるのかい？ホーリーウーボー、あいつらにはちょっと眠ってもらっただけだ。そんなんで落とそうったって無駄だぜ。俺が倒したカンパニーの犬の数は、あんたが今まで絞り取ってきた余剰価値より多いからな。実は、あんたに聞きたいことがあるんだ。正直に答えてくれ。さもないと。今か。教えろ。オスワルド・シュナイダーはどこにいる？